ほしいから電子取るものとか。うん。あ、だだだ。5時かな？ 5 時だと思う。うん。はぁ、5時だと思うけどな。6時から暴れん坊やろ。6時から暴れん坊。ひねるよ。あれ、あそこ。ができちゃう。あ、教師は面白いね。そうやね。今入院ですから、来てとくんね。あんたどこ今いるわやるの？違うよ、今はここの知恵テレビだろ、うん、でこれを、これ時代劇なんだけど、うん、これをこう動かしていって、あのこの時代劇、この CATV の、あの、BS がある。うん。で、それが、あの、あれなの。だって、二つあるよ。BS の6と、CATV の BS6 ってあるよ。で、そこ色これを色ったら、あんたチャンネル色ったことあるどこどこだろ。いや、どこチャンネルあるこれ、これが普通の地上波やろ。うん。はい、そうやな。で、これ BS じゃない。うん。で、これが CATV。CATV が G だけで、ここのチャンネル。だから、ここにもチャンネルあるし、ここにもチャンネルあるし、ここにもチャンネルあるこの人に代わりに取るって言われる。でもいいけどよ。運命よ。電子よ。あんた。ご飯になったわけよ。あの人はあの芸は上手いね。それは上手いわ。娘でも。昔の人は上手いよ。この人は特に上手いよ。うんうん顔はブサだけどこの顔で主役は晴れるんやねあの小山の景色とか、うん、ちょっと来てたよ俺親子時代劇の走りやもんなこの人はこの後にすぐ色ったろ俺はこの年収のあるって言われたら年収のあるって歌は好きやけど鈴木亮太のノアノンだったっけ、うん、富山の貴人さんが一番感動する、私にご用というのは何ですか、うん、お子さん生まれは松方弘樹私は江戸で生まれ江戸で育った奇跡の江戸でございますが江戸っ子だ鈴木亮太はうまいようまいお風呂様でございますこれご飯美味しいなほら米美味しいお仕事の邪魔してすまにご飯欲しいなちょっと中継いや、美味しいで、ね、もうついよあ、これ美味しいよ今日美味しいわこれすかこれ水分の加減ないんかもあれ、うん、あのいつも頭になって娘の子がカトニーかカトニーかえ、待ってよえ見てるんですかこれあれやなちょっとお願いします大根の時ちくわとか崩し入れたらいいかもしれないいろいろと使い道があるなえそのためには、どうかしてますかあの、さとさんを締め殺したのえじゃあ、足が持ってねえと足が歌われるこれ嫌いなそういうことこれ嫌いな嫌いな、何言う違う、いつも2個買うんだと一緒に食べるけど、何のためにもういいね、それで腹が痛いと言って、うちで休んでるやつおめえこれと同じ手紙持ってるかおこれさっき江戸家で田口圭って知ってる目が垂れたいのは悪役になる悪役になる あの見たら分かる今90歳ぐらいだけどあの人東大で飛んでるはあ東大で飛ぶ人多いんだよ時代昔の人はその人で通れたらすごいなそこはあ、ここ来たったよそ見せない何
想してる。300g だからと思う。血糖値は 300g だから。上がっとる。うん、さっき上がった。いけんものばっかり食べるけんじゃない。違う違う。午前中は食べてなかろ。うん。だけ低いよ、ね、昼から立て続けに食べる。川口博士の息子じゃない。お前たちの仲間内です。このところ急に電気代が荒くなって。左右よ、右。今左。仲間内にそんなのしてみてみりゃ。川口待ってたの。今さ、アイコの息子。もうもうだいぶ、だいぶ、息子全部しんどいはず。何が気がついたかなったら教えてくれ。この人は、ハッチャのことだけしか出ない主役になる。これは昔赤っ端の川口だよ。赤っ端の人はじゃあこっちの人よりこっちの人は左の方これはまさか刑務室に通してるこっちの人は箸役ばっかりよ。いや、それいいね。役はいいね。こういう人がおる、こういう人がおるけん、あの番組がなったん何またこれかしてお母さんのことを思ってみそもそもそもそしてるから、どうしようって悲しくなって喋らねえ。